はい、どうも、おはようございます。えー、ですね、まあ、前回の動画なんですけど、えー、と、中山金牌から、えー、と、小倉大商店までの単焦と副焦を買い続けるとどうなるのかという、まあ、動画を流しているので、もしよろしければ、えっ、ー、と、見ていただきたいなと思います。で、前回の動画の訂正なんですけど、単焦回収率が、 590円とっ、えー、と喋ってますけど、えー、980円の、えー、訂正とします。はい、でですね、まあ、今回の動画は、えーと、フェブラリーステークスから単賞、えー、と副賞を s a s さんの予想で、えー、買い続けると、果たして払い戻しがいくらになるのかという、まあ、動画になります。 はい。それで、えー、っとですね。まあ、その予想っていうのがですね、えー、っと、パカパカささぐりっていう、まあ、ユーチューブ名ですか。け、はい、ケイタさんのまあ謝罪動画のえー、っと概要欄に、えー、っと、まあコードがありますので、えー、そのコードから、えー、っと、サスケさんのえー、っと予想が、えー、っ 載ってましたので、それを参考にしました。はい、でこの画面なんですけど、えーと、こちらがフェブラリーステークですね。えー、とこちらのサスケさんの予想がですね、ノンコの夢。でこちらが7番人気で、えー、13着となっております、はいで。こちらは半球杯なんですけど、こちらはスター・オブ・ペルシャ。 こちらが6番人気で9着となっております。こちら、中山記念ですけど、えー、とこちらはエポカ道路。えー、とこちらは3番人気で5着となっております。こちら、チューリップ賞ですけど、こちらは名称勝,勝負。こちらが3番人気で 9着となっております。こちらはオーシャンステークスですね。賞、え、賛、ー、アンセムですけど、こちらは13番人気で5着となっております。こちらは、えー、とブレイキング・ドーンという、まあ、馬の名前なんですけど、こちらは。 4番人気で3着となっております。で、今までのレース、まあ、フェブラリーステークスから買った場合、まあ、こちらまで6レースやりましたので、600円買って250円の払い戻しとなります。はい。こちら250円ですね。はい。で、中山品場ステークス、こちらはフロンテアクイーンといたしまして、5番人気で1着。 1着ですので、こちらの払い戻しが単勝戦50円複勝がえっと1着ですので320円となっております。で、こちら単勝で買い続けた場合、えー、っと7レース目なので一応プラスになります。はい、こちらは金庫賞ですね。金庫賞はえっとペルシアンナイト、こちら4番人気の4着となっております。 で、こちらがフィリーズレビューっていうんですかね。で、こちらラブミーファイン。14番人気。失礼します。十四番人気で16着となっております。はい。で、こちらはファルコンステークスなんですけど、えっ、ー、と、ドゴール。ドゴールがえーっと5番人気の11着。はい。 続きましてこちらがフラワーカップですねランブリングアレーっていう馬なんですけどこちらは5番人気で3着となっております、はい、こちらは阪神大商店ですねまあ、こちらはケント王なので、えー、こちらは8番人気で7着となっております えー、こちらは毎日拝なんですけどえー、っと毎日拝 あ失礼しました。こちらはスプリングステークスですね。こちらはスプリングステークスで、えー、ヒシイグアスですので、えー、3番人気で5着となっております。えー、こちらが毎日杯なんですけど、えー、こちらはバンドギャルド、えー、とですね。1番人気で3着のですので、副賞で、えー、130円ついております。 で日経賞と高松宮とマーチステイクスは、えっ、ー、と、ちょっと飛ばしまして、えっ、ー、と、まあ、後で流すんですけど、えー、次はダービー卿ですね。まあ、ダービー卿なんですけど、えー、こちらはロードクエストの6番人気で6着となっております。配当です。こちらは、えー、大阪杯。大阪杯ですので、こちらは アルアイン、こちら9番人気で1着ですので、配当の方が2220円、えーっと、副賞が450円です。はい。こちらは阪神ヒン馬ステークスですね。えー、っと、三重のサクシードということで、9番人気で3着となっております。で、こちらは、えー、っとですね、まあ、 副賞ですと8番人気になりますので、えー、3着1230円になります、えーと。こちらはニュージーランドトロフィーですね。えー、こちらは名称勝,勝負ということで、えー、こちら3番人気で2着ですので、えー、と副賞の方が190円ついております。続きまして、えー、こちらは桜花賞。桜花賞ですけど、えー クロノジェネシスが、えーとですね、3, 3番人気で3着ですので、配当が、えー、と200円になっております。こちらはアーリントン、アーリントンカップっていうんですかね。こちらはミッキースピリット。こちらは9番人気で10着です。はい、アンタレスステークスです。えー、こちらは、えー ですね、あれひら、えー、ひ平ぼクラターシュ、えー、4番人気発着です。はいでこちらがえー、っとですね皐月賞なんですけどえー、っとえー、っと二重丸がえ二、ー、つあったようです。えー、っとですね ランス・オブ・プラーナという馬なんですけど、12番人気で18着。で、もう一頭、まあ、本命っていうんですかね、ファンタジ,ファンタジストえ。こちら乗ってないんですけど、あ、乗ってるわ。え、乗ってるファンタジスト、ありましたね、えっと。5番人気の13着になっております。 でこちらが福島ヒンバステークスになってるんですけど、なんじゃこりゃ違うな。あごめんなさい。えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、福島ヒンバステークスですけど、えっ、ー、と、ちょっと画像がなくてすいません。えっ、ー、と、まあ、後で流します。えっ、ー、と、こちらはですね、えー と、まあ、福島ンバステークスはちょっと後回しにしましょうか。えっ、ー、と、あと、マイラーズカップですけど、えー、ダノンプレミアム。えっ、ー、と、こちらは一番人気で一着となっておりますので、払い戻しが、えー、と130円、副賞で110円です。はい。で、こちらが、えっ、ー、と、フローラステークス。えー、こちらはパッシングスルーを予想として、6番人気で、 4着ですので、えーと、こちらは、飛ばします。で、こちらの青葉賞なんですけど、リオンリオンを、えー、と5番人気で、えー、1着ですので、単賞の方が、えー、1050円で、えーと、副賞が270円です。はい。で、こちらは天皇賞春。天皇賞春はですね、二、え、重、ー、丸が2つあるようでしたので、 えっと、こちらがフィエールマンがえー、一番人気で一着。えっ、ー、と、名称結婚が、えっ、ー、とですね、五番人気でえ十一着。五番人気でえ十一着となっております。で払い戻しの方が、えー、っとですね、単勝二百八十円、複勝え百五十円です。はいこちらは、えー、新潟大商店ですね。 新潟大商店でブラックスピネルがえと9番人気でえ5着です。はい。えっ、ー、と、こちらはえ京都新聞杯。えっと、こちらね、ヒーリングマインド。こちら6番人気でえ7着となっております。で、NHK マイルがこちらなんですけど、プールビル。プールビルがえ12番人気で、 12着になっております。慶、は、応、い、杯、えー、こちらはですね、タワー・オブ・ロンドンということで、えー、一番人気の1着で、えっ、ー、とですね、単賞360円、えー、副賞で150円となっております。えっ、ー、と、こちら、ビクトリア・マイル・カップっていうんですかね、えー アエロリットを、えー、と予想して2番人気で5着です。はい、でこちらは平安ステークスなんですけど、こちらはジョーダン・キング7番人気の、えー、とこちらは6着となっております。 こちら、オークスですね。オークスとしまして、えー、クロノジェネシス。クロノジェネシスなので、えー、2番人気の3着なので、副賞の方が、えー、失礼します、えー。クロノジェネシス3着ですので、えー、馬番13、12の2なんですけど、13、10の2。 これ百七十円ですね。はい。百七十円。はい。ちょっとメモ用紙が違ってたので。百七十円に、えー、と変えておきます。はい。うん、ペンが写んない。百七十円。百七十。覚えてられるね。はい。こちらは青いステークス。青いステークスですけど、K.I. サクソニーが四番人気の 5着となっております日本ダービーダノン・キングリーとしまして、えーと、こちらですね。3番人気で2着ですので、払い戻し、副賞が210円となっております。で、ナルオ記念なんですけど、メールド・グラース、こちらは1番人気の1着ですので、単賞が270円、副賞が130円になっております。 こちらは、えー、安田記念ですね。安田記念のアエロリット。こちらは3番人気の2着ですので、配当の方が、えー、240円となっております。はい、でさっき飛ばしました、あのー、日経賞ですね。日経賞のさクアンプルール、えー、ですね。<laughs> こちらの方は4番人気で3着ですので配当が180円となっております。えっ、ー、と、こちら高松宮っていうんですかね、こちらはですね、えっ、ー、と、アレスバローズという馬なんですけど、えっ、ー、と、7番人気で9着となっております。えっ、ー、と、こちらマーチステークスですけど、えー、とこちら帝王エナジー、1番人気で10着になっております。 で、先ほど飛ばしました、えっ、ー、と、福島品バステークス。こちらは、電光アンジュが、えっ、ー、とですね4番人、4番人気で1着となっておりますので、払い戻しが600円で、副賞が140円となっております。で、こちらの、えっ、ー、とですね、まあ、すけさんの予想がですね、 一応こういうふうに、まあ最初で言いましたけど、概要欄に載ってたものを、えー、プリントしたものです。はい。で、この画面が一応阪神ヒンバーステークスですけど、えっ、ー、と、その次のレース、阪神ヒンバーレースの次じゃないな、失礼しました。 うん今の話はなかったことで。えこちら、ナルオ記念ですね。ナルオ記念がえメールドグラスになりますので、そのナルオ記念が終わると最後に安田記念になります。はい。えっ、ー、と、これは何の画像だろう。何の画像かわかりません。 で、えっ、ー、とですね、えぇ、ー、まあ、まとめになるんですけど、えぇ、ー、こちらは、えぇ、ー、全十一レースプラスにまあ、サツキ賞と、えぇ、ー、春の天皇賞は、えー、と本目、本目というか予想を、えっ、ー、と、二と書いてあったので、えっ、ー、と、プラス二にしてあります。で、単勝で、えっ、ー、ぇ、単勝で、えっ、ー、と、獲得したものがですね、全部で六十まあ六十六十三と、 61レースあって63頭なんですけど、まあ、そのうちの1、2、3、4、5、6、約えと10レースに1レース当たるというまあ計算でした、はい。で、この全部を全部足しますと、あ失礼しました。あっとですね。 ええと、まだありましたね。はい、こ、こじゃ入りきらなかったんでね。福島品馬ステークスで入りきらなかったので、ちょっと次のページになっちゃいましたね。失礼しました。えー、こちら、ええー、と、なるお記念まで、なるお記念ですね。全部で6、 七八九等十失礼しました。えー、ん違うな。1,2,3,4,5,6。7, 8,9等11、えーえー。訂正します。えっ、ー、と、こちらは6六十1レース中、えっ、ー、と、11等ですか。11等、えー、と当たりになりますので、えっ、ー、と、約 6, 6レースに1回単勝が当たったという計算になります。えー、訂正します。はい。 えっと、これがまとめです。単勝が60、あ、そうですね。ちょっとあの、画像に、ちょっと、まあちょっと訂正しとこうかな。えっ、ー、と、どこだろう。えっ、ー、と、オークスあ、オークスは関係ねえな。失礼しました、うん。ここは訂正することにったか。えー、こちら、えっ、ー、と、な、中山金牌から安田記念まで全部で61レース63と本命がありまして、 購入金額が6300円、洗い戻しが6940円で、えーとまあ、計算が合ってれば回収率が110%となります。はい、で続きまして、えーと、こちらですね、どっか訂正するところがあるんだよな。<laughs> 中山金牌から安田記念なんですけど、えー、と一番左に書いてある数字が着順になって、次がレース名で、その時の副賞の払い戻しの金額を記入してあります。はい、でですね、はいまあ、これが、はいで。こちらのオークスなんですけど、一応200円って書いてありますけど、 が、えー、こちらは170円に、えー、訂正します。はい。で、全部でいくつ当たったのかな。えっ、ー、と、中山金牌から、えー、安田記念の副賞としまして、えー、63頭中あ25頭、えっ、ー、と、 投資額が6300円で払い戻し、えー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、6730円って書いてありますので、訂正して6700円に訂正します。で、回収率は死者購入して、まあ、107って書いてあるんですけど、106から107ぐらいかなと、ぐらいって言ったら変ですけど、まあ、そういうような計算となりました。 で一応、画面的には以上なんですけど、えっ、ー、とですね、サスケさんの動画の方で、えっ、ー、とですね、まあ、250万価値あるものだと、まあ、おっしゃっております。まあ、G1、G1 というか、まあ、レースの方はですね、まあ、これからまだまだ、えっ、ー、と、6、7、8、9等、11、12、まあ、あと6ヶ月ぐらいあるので、まあ、今後どうなっていくのかっていうのをですね、まあ、知りたいなというような 感じの動画です、えーまあ、自分も会員なんで、まあ、会員も、えー、250万、えー、っと取れるような、うまあ、上手い買い方、うまい買い方って言ったら変ですけど、まあ、していることを、えー、願っております。動画は以上です。